まずはお前がヘビー級のやつと試合をしてみろよ。お前ヘビー級の人間と試合したことないやろ。ね、選手はもともとキックボクシングはすごいスターなんですけれども、ボクシング界にその名を轟かしたのは3ヶ月前マニー・パッキャオ選手と試合をしたことだと思います。それでボクシングファンはあなたの名前を知ることになりました。あの試合でアンポ選手はボクシングファンに何を証明したと思いますか？まあ、あの試合でボクシングファンに証明する動向の前に、まあこいつは今俺のことを誰か知らんって言ってますけど、俺はこの試合にかける思いは、まあもちろんボクシングでも俺はライアン・ガルシアといい勝負ができる、もしむしろ勝てるとさえ思ってるんで、それを結果で証明してアンポルキアって名前を世界に届かせます。そのための一戦にします。お前覚悟をしとけ。 So, you know, we're gonna see。 あのパッキャオ選手の試合を生で見た感想を聞かれたんですけれども、まあアンポ選手を見て、まあパッキャオの試合を見たんですけれども、まあとにかくあの試合でアンポ選手はまあ若くて自分の名前を売るのに必死だったなっていう感じがします。でその、まあ、その気持ちが先行して、あの自分のリスペクトする、大先輩の、レジェンドに対して、まあ、KO する気で戦ったのが非常にムカつきました。なので、まあ、今回はあのパッキャオよりも若くてスピードのある選手を対戦するので、全くもってあのアンダーパフォーマンスは話にならないと思います。そして MMA ファイターであるショーン・ストリックランドにボコボコにされている動画を自分から上げてるっていうこともあのなんかすごくダサいなと思いますし、あれについてなんで触れないんでしょうかと。なので MMA ファイターにボコボコにされてるようだったら、自分も、じゃ あの話にならない、あの全くもって問題にならないと思いますので、そこに期待してもらいたいなと思います。じゃあまずはお前がヘビー級のやつと試合をしてみろよ。お前ヘビー級の人間と試合したことないやろ。If you're talking shit about the way about そもそもお前 You've never fought anybody bigger than you. 階級決められた階級定められてるんで、それをオーバーしてお前試合勝って、こんなことしてアルコール飲んで、それがかっこいい。And you have the audacity to miss weight. この声がどんがかっこいい。Drink beer and wait and you feel I feel that's very disrespectful. I don't understand why それでお前自分のキングって言ってるでしょ。 You can't miss weight. どこがキングなの？プリクエン。Fake king, you know? You're the fake king. Yeah! これは本当の試合だし、あの本当の試合のために俺は準備する必要はない。パン・フォー・パンドのチャンピオンを俺はぶっ倒してるし、そもそもお前は MMA ファイターにボコボコにされてると。でそんなので自分に勝とうなんて、思い上がりも裸だし、あのあなたにお前が持ってるのはただ、身長がでかいだけ、そして底上げのブーツを履いてダサい格好をしているただの変なやつなんで、本当の試合をしたいんだったら、まあ、俺が見せてやると。かかってこいよ。Bring it on.